皆さんこんにちは。島根県立中央病院内視鏡科部長の宮岡陽一です。島根県立中央病院市民公開講座、ちょっと怖い触覚疾患、それでも早期発見治療はできる。今日は膵臓がんのお話をさせていただきます。まず簡単に膵臓の説明をします。膵臓は胃の裏側にある長さ15から20センチの細長いおたまじゃくしのような形をした臓器で、胃、十二指腸、大動脈などで囲まれたお腹の中心部にあります。肝臓で作られる消化酵素である胆汁が流れる胆管も合流していて、 CT で見るとこの場所になります。膵臓の役割は膵液という食べ物の中のタンパク質を溶かす消化ホルモンを分泌し、食べ物の消化を助けたり、インスリンという血糖値をコントロールするホルモンを分泌することが役割です。膵臓がんは症状が現れにくいのに進行スピードが速いんです。さらに周囲の血管や臓器に影響を及ぼしやすく、転移しやすいがんであるのが特徴です。図の症例は CT の廃炉した部分ががんです。がんの大きさは25ミリ程度のサイズですが、すでに周囲の血管に入り込み拡大して浸潤しており、手術困難な状態でした。次の図は廃炉をしたがんで、大きさが15ミリ程度に、先ほどのより症例より小さいにもかかわらず肝臓に転移があり、手術困難な例でした。この図は部位別がんの5年後に生きられた割合、すなわち5年相対生存率の全国データです。胃や結腸、直腸がんと他のがんと比べて膵臓がんは 7.7% と最低になっています。つまり膵臓がんは生存率が低いがんであり、それが大きな問題なのです。これは2015年の部位別がんのがんと診断された人の数、すなわち罹患数の全国データです。消化器系がんと肺がんを示していますが、胃や結腸、直腸がん、肝臓がん、肺がんと比べ膵臓がんは診断された人の数は少なく見えます。しかし膵臓がんは年々増加していて、40年前の約7倍以上になってきています。このようなちょっと怖い膵臓がんですが、早期発見ができれば大丈夫です。今日のお話のポイントは、どのようにして早期にがんを発見し治療するかということです。それでは当院の膵臓がんの専門である塚野康介医師に分かりやすく説明してもらいましょう。当院における早期膵がん発見の取り組み、膵がん診断の問題点についてです。膵がんは早期発見がとても難しいです。膵臓は他の臓器に囲まれた体の奥の方にあるため、がんができても見つかりにくく、かなり進行してからでないと症状が現れません。そこで当院における早期膵がん発見の取り組みについて説明します。それではどういうことから膵がんを考えるかです。膵がんの危険因子、膵がんの症状で疑います。しかし膵がんの症状が出た場合は進行膵がんとなっていることが多いです。早期膵がん発見のために、自分に膵がんの危険因子がどの程度あるか知っておくことが大切です。膵がんの危険因子について説明します。次の6つの危険因子が知られています。具体的に説明します。家族内に膵がんの人がいる場合、親や兄弟、姉妹、このいずれかに膵がんの患者さんが2人いる場合は、いない人に比べて膵がんの発症リスクが 6.4 倍、3人以上では32倍になります。遺伝性膵炎がある。遺伝性膵炎は遺伝により慢性膵炎が
家族の中に多発する稀な病気です。若い頃にアルコールや胆石などとは関係なく膵炎を発症したことがあり、同一の家系に2世帯以上にわたって膵炎の患者さんが複数いる人は、そうでない人に比べて膵がんの発症リスクが53から87倍と非常に高く、また若いうちに膵がんを発症しやすいことが知られています。慢性膵炎と診断されている場合、慢性膵炎の診断から2年以上経過した人は、そうでない人に比べて膵がんの発症リスクは約12倍と高くなることが分かっています。特にお酒を飲まれる方、要注意です。糖尿病と診断されている場合、糖尿病のある人はいない人に比べて約2倍膵がんの発症リスクが高まります。また糖尿病の方が急に血糖コントロールが悪くなった場合は、膵がんが原因であることがあり、注意が必要です。飲酒や喫煙をしている場合、大量の飲酒や喫煙は膵がんの発症リスクを高めます。1日40分以上喫煙する男性では、膵がんによる死亡率が 3.3 倍になります。多量飲酒も膵がんの発症リスクとなります。膵がんの発症リスクは 1.22 倍になると言われています。超音波検査で次の所見がある方、膵嚢胞と言われた場合、発症リスクは3倍になります。膵管拡張があると言われた場合、発症リスクは 6.4 倍となります。また分子型 IPMN と診断されている場合、年間 1% 膵がんを発症すると言われています。具体的な超音波所見は次の通りです。膵嚢胞、2つの嚢胞があります。また右の図では膵管が拡張しています。次に膵がんの症状について具体的に説明します。主な症状は次の通りです。ただし早期膵がんの場合、症状がないことがほとんどです。膵がんの発生部位によって特徴的な症状があります。黄疸は肝臓で作られた胆汁が流れなくなることで起きます。このように膵頭部にがんができると、胆汁の通り道の胆管が詰まってしまい、肝臓で作られた胆汁が流れなくなります。目の白目や皮膚が黄色くなります。意外と毎日見ていると気がつかないことがあります。黄疸が進行すると全身の皮膚が黄色みがかり痒くなります。暗い紅茶のような暗色尿が出ます。膵臓からの消化液の分泌低下により、便の異常、白っぽい便、ひどい悪臭の便、下痢など、また青白い排便が出ることがあります。膵がんの発生部位によって特徴的な症状があります。膵臓の真ん中や尻尾の方に膵がんが出た場合、膵がんが進行するまでなかなか症状が出にくく、お腹に水が溜まってから病院に来られることがあります。お腹に水が溜まることを腹水と言います。 CT 画像です。この脇の少し黒いところがお腹の中に溜まった腹水です。腹水がお腹の臓器を圧迫することでお腹が張ると言われたり、ご飯を食べるとすぐにお腹がいっぱいになります。膵がんがさらに進行すると痛みが出てきます。これは膵臓の周囲の解剖図ですが、膵臓の周囲には神経がいっぱい通っています。膵臓がんがだんだん大きくなり、周囲の臓器や血管、神経にがんが広がると、お腹の痛みや腰や
背中の痛みが見られるようになります。体重減少や食欲減退も起きます。膵臓は食べ物を消化し吸収しやすくする膵液という消化液を分泌しています。膵がんにより膵液の流れが滞ると食べ物の消化吸収する力が弱くなり、栄養を取り込めなくなり、体重が減少することがあります。特に1、2ヶ月で 10% 以上の体重減少がある場合、例えば60キロの方の場合、6キロ体重が減少する場合、注意が必要です。洋服のサイズが合わなくなったり、ズボンやスカートがブカブカになるなどの症状があり、周囲の方も傷つくような状態になります。食欲減退、膵臓は胃、大腸、十二指腸などに接しています。膵臓に腫瘍ができると、接している臓器を圧迫して食事が取れなくなります。膵がんは早期発見が難しいです。早期膵がんではこうした自覚症状が全く現れないことがあります。症状が出た場合に進行膵がんとなっている可能性が高いです。その前に膵がんを発見したいと考えています。大切なことは、これまで述べた症状がある人はもちろん、膵がんの危険因子があるかなと思われる方は、血液検査や超音波検査を受診することです。それでは検査について説明します。血液検査です。膵臓の数字、膵がんの腫瘍マーカーなどを測定します。確かに腫瘍マーカーが上昇すると、膵がんの可能性があります。早期膵がんでは上昇しないことが多いです。超音波検査の受診をお勧めします。超音波検査で膵がんの手がかりを探します。超音波検査は患者さんの負担が少なく、かかりつけ医さんで超音波検査の機会があれば受診することができます。どのように見えるかというと、膵臓に嚢胞、水袋が見えたり、膵管が拡張していたり、直接膵がんを見つけることは難しいかもしれませんが、これらの間接的な所見を手がかりに精密検査に進んでいきます。では実際に精密検査に進みます。 CT 検査、MRI 検査を受診します。膵臓の状態を詳しく調べます。可能であれば造影剤を用いた方が良いです。MRI 検査ではどのように見えるかというと、膵管が拡張している所見を見つけたり、膵臓に水袋がある所見を見つけたりします。 CT 検査です。 CT ではアレルギーや喘息や腎障害などがない限りは造影 CT での精密検査をお勧めします。左が単純 CT、 右が造影 CT 検査。ここに膵がんが写っていますが、単純 CT では分かりません。さらに超精密検査に進みます。超音波内視鏡検査、 EUS と訳します。超音波内視鏡下腺室吸引法、 EUSFNA と略します。内視鏡的逆行性胆管膵管造影、 ERCP と略します。これら内視鏡検査が威力を発揮します。超音波内視鏡検査、 EUS についてです。カメラの先端に超音波がついた特殊な内視鏡です。通常の胃カメラとは全く異なります。胃や十二指腸から隣接する膵臓に対して超音波検査を当てます。距離が近いので、
お腹から当てる超音波よりも非常によく見えます。こういうイメージです。胃カメラの先に超音波がついています。先端が13ミリと少し太くなっています。 EUS では CT や MRI でも見えないようなとても小さな腫瘍が発見できます。 EUS の説明です。口からの内視鏡検査です。検査当日の朝は絶食です。血液サラサラの薬を飲んでいても検査ができます。検査時間は約30分程度です。その後1から2時間程度休んで帰っていただきます。眠った状態で検査をします。注意点は眠り薬を使うので当日の車の運転はできません。お迎えや公共交通機関の利用をお願いします。外来で検査を行います。EUS によって早期膵がんが見つかります。ここまで EUS の良いことを説明しました。超音波検査なので画像検査で見るだけで組織検査はできないんじゃないのと思われる方がおられるかもしれませんが、そんなことはありません。超音波内視鏡下穿刺吸引法FNA と言います。これは胃や十二指腸の壁から針を刺して直接膵臓の細胞を取る検査のことです。そして診断ができます。 FNA の説明です。口からの内視鏡検査です。検査当日は朝から絶食です。血液サラサラは1剤のみなら可能です。担当の先生と相談してください。検査時間は約30分です。眠っている状態で行います。入院して検査をします。仮に当日入院した場合、当日 FNA をして翌日には帰れます。結果は外来で説明します。実際の FNA の様子です。左に膵臓の腫瘍が写っています。ここをめがけて針を刺します。結果は膵がんの細胞が検出されました。当院はこれまで説明してきた EUS 早期膵がんの発見のために積極的に行っています。実際に2020年は1年間で膵がんを疑い126件の EUS を行い、結果22件の膵がんを診断しました。当院での超音波内視鏡検査の件数の推移です。少しずつ EUS、FNA の件数が増えています。次に内視鏡的逆行性胆管膵管造影 ERCP について説明します。これは検査・治療両方行うことができます。検査では直接膵管にカテーテルを挿入し膵液や細胞を取り病気の診断を行います。また膵がんが進行して黄疸が出た場合など黄疸に対する治療原応術を行います。実際の検査の様子です。膵液や細胞を取ったり十二指腸から膵管に管を入れます。膵管に管を置いて膵液や細胞を取り検査をすることで膵がんが見つかります。治療、先ほど説明した原応術です。膵がんが進行して、胆管が狭窄しています。ERCP を行い、内視鏡的に金属の管を置きました。胆管の流れが良くなって、黄疸が良くなります。
ERCP の説明です。口からの内視鏡検査です。検査当日は朝から絶食です。血液サラサラのお薬は1剤のみなら可能です。担当の先生と相談してください。検査は30から60分程度となります。眠っている状態で行います。この検査は入院して行います。検査入院としてだいたい1週間程度の入院となります。また偶発症が出ることもあり、膵炎、出血、消化管に穴が開いたりなど起こることがあります。これまで説明してきた内視鏡での超精密検査 EUS、FNA、ERCP、これらの検査を連携して膵がんの早期診断を行います。最後に膵がんの危険因子のある方、また膵がんを疑う症状をある方、受診をお願いします。